じゃあね、小川さん、センターいいかい、うん、小川さん、大丈夫、よろしく、俺ライト、うんうん、俺センターいくわ、うん、膝がっちり固定しておる、宇佐美さん、冷やして、冷やして、ああ、分かった分かった、ごめんね、おかちゃん、ああ、いいよいいよ非常事態俺、守るとは思わなかったよ。みんな鍋くんのソリを誰も見てなかったね。誰も見てなかったからこれいけるなと思って。キャッチャー風間。知らぬ間になんかアウトアウトとか言ってるからないからでも今のあのプロ野球のルールだとあれダメなんですよね。そうで塞いじゃいけないですよね。ああ。それでいけるかなと思ったら思いっきりあこれ関係ねえやと思って。すいません。そういえばさっきの。ん？さっきのブロックいいんですか？プロじゃねえから。プロじゃないじゃねえから。いいよ。プロじゃねえから。やめようよそういうの。ブロックして乗っかってきちゃった。やめようよそれ。プロじゃない。あいつデフィン持ってやった。さすがに持ってない。タオルとかない。さすがにね。打席飛ばしてもらおう。ああ、もうそれでいいんだね。いいだよね、もうね。しょうがないじゃないし。ダメだ、これ。車大丈夫。アクセル。アクセル埋めない。いや、なんとかいけるかな。がっちり固めれば。あ、右か。うん。全部あれクリープでやってたんだけど、びっくりするぐらい痛いですよ。どうなったの、スライディングしてで交差したの。いや、乗っかられちゃったんですよね。だからこっち側から交差、スライディングして反対側に足曲げられちゃったっていうのは、内側にだから腕でいうところの反対側に曲げられちゃったみたいな、そういう感じで激しぎ逆重力。そうそうそう、あれが完璧に入った感じで。あー、やべえなこれ。持ってっていいよ、シップ。あ、いいっすか。この家にロキソニンいっぱいある。はい、マスター、お願いします。あのーでも向こうのさっき見てくれた人って接骨院の先生かなんかなんですかね。あーもしかしてこれはどう、これはどうとかつってあ、これは多分人体いっちゃってるわとかって言われてか、なんかああいうほら、大輝くんみたいなあれかもしれない。あ、これやべえな、ほんとやべえぞこれ。柔術師だね。柔道整復師。柔整師。柔整師。柔道整復師。国家資格だな、あれ。なんか大輝くん取ったのあれ。そう、取ったんですよ。ねえ、なんか、Facebook から。うわぁ、すげぇなぁ。珍しいセーブだ。無理しない方がいいよ。あと、それしかないですね。いや、運転はね、あのね、足曲げた状態でいいんですよ。あの、伸ばせないですよね。うらサイ
悪誰かに運転してもらうのに、もしダメだったら、最悪の場合そうですね。誰か誰かにバラニアの途中で未来で来てもらって、まあまあなんとかなりますね。そうだね、バーミヤンに置いといて、うん、その駐車場すぐ閉まっちゃう、ここすぐ閉まっちゃう、犯人はもう催促する、はい、あんだぞー、セグモンだー、合図なの、ここの設備の人がさっさと帰りたいんですよ。9番ピッチャー武田。
ングでもよく抑えるな。まるで怪我しないからすごいな。10番指名打者ペッペ。外人だもん。設備の方がバタバタなんか出てきてうるさい。早く帰れ的な。4点はでかいね、ちょっとね。